してかな。私の名前はカモミール。突然なんだけど今回の動画の主役を務めさせていただきます。普段はこういった立ち位置ではありませんが、まあよかれと思ってやってくださいなと勧められたところがあるんです。もちろん最初は断るつもりでもあったんですが、どうしても他に頼れず、もう君しかいないと言われちゃったんです。あまりそういうことは得意ではないんですけど、私は青空横丁に住んでいる普通の女の子です。でも最近、私が生活しているあたりで不思議なことが起きていると耳にするんです。その耳にしているってことは、不思議なことではあるんですが、何やら怪しい雰囲気も漂っています。キトキトバケーションズ、と呼ばれるような組織のような感じの団体の人たちが町内を繰り出しているんですよね。それで迷惑をかけているというわけではありませんが、何か裏があるんじゃないかと思ってしまいます。ただし、カモミールはなんだかそんな気がしてならないところがあるんです。胸騒ぎがするとかそういう感じではないんですが、とても怪しんでしまうところが大きくあるので、ああ、今、話しているように不安が大きくなっていくところなんです。でもこれで怖がっていても意味がないということでしょうか。と、こんなことを延々と話していてはあれですね。まずは私の日常を見てもらいましょうか。と言っても何気ない普通の日常生活なんですけどね。私は青空横丁が好きで、この小さな町であっても元気に明るく過ごしています。でもちょっとだけ人見知りするところや内気なところもあるので、そこが慣れないというか、自分的にはまだまだ改善の余地があるかもしれないところなんですよね。気持ち的に言えば、もっと明るくいけたかなと思います。小動物が大好きで、最近はペットの動画を見ているんです。配信動画ですね。私はそのリスナーの一人であって、配信者さんのペットの世話や遊んでいるところ、さすがにペットの豆知識など、幅広いところを動画や配信という形で視聴させてもらってるのです。それがためになるし、ますます動物の可愛らしいところが知れて癒されてしまうんですよね。私もペットが欲しいです。ですが、ペットを飼うための準備もお金もまだまだなので、これからコツコツやっていかなければならないところかもですね。そして今夜のその配信者さんの配信があるので、とっても楽しみなんですよね。でもまだまだ時間があるし、ペットのことをもっと知りたいなぁ。だから町内にペットと触れ合える場所を探そうかなと思います。まだ自宅で飼えない以上、触れ合い場で触れ合えるのならそれでも満足です。さあ、かわいい、チアラちゃん、かわいいなぁ。私もいつかこんなかわいいアンちゃんを飼ってみたいなぁ。ふりふりと尻尾も振ってて、まるで挨拶しているみたいだな。えへへ、私と一緒にもっと遊んでほしいな。今日は私が遊び相手だよ。だからいっぱいいろんなところでいろいろ遊ぼう。私は可愛い犬や猫などがいるペット触れ合い広場で動物さんと戯れていました。ふふ、可愛いチワワちゃんと戯れているなんて、見ているだけでも楽しくなるね。それにしても懐かしい顔ぶり。こうして再会できたのも何かのご縁。私は山というものです。海の家で営んでいるライフセーバーみたいなお仕事もしているんだ。青空横丁に住んでいる人は遠くに出かけるときはよく海に出かけることが多いんだよね。あなたはカモミールちゃんだったっけ。まさかこんなところで再会できるとは思わなかったよ。誰かと思えばママちゃんだったんですね。でも随分と連絡も取り合ってなかったよね。懐かしいなぁ。それでママちゃんも動物さんと触れ合いに来たの。それもあるんだけど、実はね、セイント・レインズ・スクールっていう学校があってね、そこではいろいろなことが学べるんだ。それでカモミールちゃんを誘いたくて、わざわざ地元に戻ってきたんだ。そんな学校があるんですね。それで地元に戻ってきたんだ。いやー、動物さんとは絡めれないのかなー。そんなことないよ。私もいっぱい動物さんと遊ぶよ。ここか。そのセイントレインズスクールだよ。カモミールちゃんでよければ体験入学でもしてみてほしいな。こんな大きな学校があるなんて思わなかったんだ。大きいな。でも私はすでに卒業してしまったかな。あとはフリーランスとして働いているんだ。そうなんだ。フリーランスもいいけど、試しにこの学校に入学してみて、いろいろ知ってほしいんだ。カモミールちゃんは真面目な子だし、また勉強に熱を取り戻すと思うな。わかった、試しに見学してみます。校内が素敵です。大きいし、教室も広かった。こんな大きくて広い学校は初めてです。ママちゃんが私に勧めたのもこういうところがあると思ったからなのかな。えへへ、喜んでもらえてよかった。てっきりがっかりするんじゃないかと思っていたんだ。カモミールさんならどう反応するかなと少々心配しつつあるんだ。そんなことないよ。こんなに綺麗で素敵な学校、私の想像を絶するものでしたよ。ママちゃん、私、この学校に入学するよ。大丈夫かな。興味は持ってほしいと思って進めたけど、強制ではないんだよ。フリ
ランスマンだし、今の趣味を捨てて無理に入学させるなんてあれだよ。趣味は別に辞めるつもりはないから安心して。私もこの学校でいろいろと知ることができたらいいなと思ってます。ママさん、よろしくね。突然であれだけの話を聞かせてもらった。新参者が簡単にこの学校に入学できるのかしら。ここはそう簡単に入学できるところではないわよ。あなたは生徒会長さんのスクラームさん。どうしてカモミールちゃんが入学できないのですか。そこは私自身が決められないからなの。実は、この学校はよくわからない組織とのつながりがあるんじゃないかと噂されているの。その噂が本当なのかどうかはまだわからないけど信憑性はありありなんだわ。そしてその組織の命令に逆らうことはできないの。組織ですか。ちなみにですけど、その組織ってどんな名前のですか。リトキソバケーションズというよくわからない組織よ。なんでもこの学校と深い関係があると聞かされていたけど、その組織は完全にこの学校そのものを支配下に置いているんじゃないかと。その運河は、職員や教師の時折、様子がおかしくなると何人かの生徒から報告されるほどなの。これっておかしいでしょ。だから生徒会長を任されている私も、この学校に入学してくる子たちに厳しく取り締まろうとしていたんだ。悪気があってあなたを学校から追放するようなことは考えていないわ。でも逆らえないんだ。もし逆らってしまうとどんなことをされるかわからないの。そういうことだったんですね。突然言われてびっくりしちゃったんです。でもスクラームさん、私、それについてちょっと気になるところがあるんで、この学校を調べてもいいですか。は、な、何を言っているの。調べるなんて。そんなことしたら組織の一味に怪しまれて、あなたは要注意人物に指定されてしまうわよ。なるべく不審なことはしないようにしなくちゃだし、拘束の半数を超えることはできないんだから。わかってます。でも私はそういうことがあるとどうしても無視することができないんです。お願いします。はあ、しょうがないわね。本当だったら許可しないことだけど、あなたがそこまで言えるってことはさよ、正義感の強さが表に出ているのでしょうね。そういうの、嫌いじゃないけどね。特性が出たみたいだよ、カモミールさん。ありがとうございます。あら、おかえりなさい。カモミールちゃん、ベッドちゃんがどうだったかしら。お母さんも見たかったな。それで体験入学もしたんでしょ。いろいろなことをお母さんに教えてね。はい、今日もたくさんいろいろなことがありましたよ。チアラちゃんが可愛かったし、たくさん癒されました。あらら、それはよかったらね。チアラか。いつかうちでも飼ってみたいね。ごめんね、ベッドを変える余裕がなくて。大丈夫ですよ。今は変えない分、触れ合い広場で触れ合えるんですから。こうして私、カモミールの何気ない日常が終わりました。しかし例の組織のこともあるし、まだまだ完全に終わらすことはできないのです。では皆さん、次回の動画の時は、またよろしくお願いしますね。またねー。